今日は就活サイトのマイナビでおなじみの株式会社マイナビに来ています。今回はマイナビバイトを扱う事業部の社員さんに一日密着します。この動画を通じて人材業界の仕事内容や営業社員の一日のスケジュールを知っていただけたらなと思います。どうぞ。おはようございます。おはようございます。今日は一日密着よろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社マイナビの榎本と申します。2018年の4月に新卒で入社いたしました。本日はよろしくお願いいたします。野本さん、今は何されてるんですか？はい、今メールのチェックをしておりました。ちなみに今はどういうお客さんと関わるお仕事をされてるんですか？アルバイト採用領域において大手企業様を担当する部署に所属しております。マイナビバイトという求人サイトやその他周辺商材を活かして企業様の課題解決をすることで事業発展に貢献するというのが私のミッションとなっております。マイナビ榎本です。お世話になっております。直近の他社さんの経済状況だったりとか過去の実績を調べした上で改めてちょっと対策等はこちらから、ご提案させていただければと思います。失礼いたします。今のは既存のお客様からのお電話ですか？ちょっと一部エリアで求人お困りということでご相談いただいたので、ちょっと今回については改めて私の方で掲載状況だったりとか実績を調べした上で適切なプランを提案できればと思ったので、一度こちらで持ち帰って後日ご提案させていただくことにいたしました。何にしよう、何にしよう、お腹すいた。オフィス内にカフェあってそのまま買えるんですね。はい、めっちゃ便利です。いただきます。いただきます。今日のランチ仲間はどういうご関係ですか？今日は、同期の後藤さん と、後輩の越前くんと一緒にお昼を食べております。後藤さんは、みんなからごっちゃんって呼ばれていて越前くんは善と呼ばれているので、はい、ちょっと今日はその感じで呼ばせていただこうと思います。なんかプライベートで遊んだりとかはしますか？プライベートでも、結構遊んでます。最近はワールドカップ、そう同期の家でワールドカップを見ました。仲いい。だってあれ朝4時とか、いやその時はちょうど日曜日の、コスタリカ戦だったんですよ。8時か7時かだったので、ちょっとご飯いっぱい頼んで、ウーバーイーツとかして、あれは最高でした。最高だったね。すみません、善さん取り残されて。善さんから見た榎本さんとかはどうですか？もう素晴らしい先輩ですね。ちょっと、どうなのそれ。間違えました。ごっちゃんさんとか、榎本さん。先輩の尊敬するところも聞きたいです。なんか一つ一つのなんか仕事がすごい丁寧っていうのは感じてて、普通にお客さんと話したりとかメール対応って話、そういう一つ一つの営業対応がなんかワンランク上というか、ただメール返すんじゃなくて早くメール返す、さらにその一つ上の的確な内容で返信したりとか、お客さんの提案もうちの商品買ってくださいよみたいのではなくて、信頼をつかむ動きみたいのはお二人ともすごいんで、ここは尊敬してる部分です。逆に先輩にもっと改善してほしいところ。いやそんなのないですよ。ちなみに皆さんがマイナビに入社された理由って何だったんですか？僕はそうですね、人っていう部分と勢いみたいなところはすごい感じていて、会社自体が若い人が多い環境ではあるんで、経験が早いうちにできたりとか、やっぱり人とのつながりとかコミュニケーションみたいなのもすごい取れる会社ではあるんで、この2点ですね、魅力に感じたのは。マイナビ全体としてなんかいろんな事業部があるので、なんかこうもしこういうことをやりたいってなった時にやれる場所があるかなと思って、そこをマイナビを選んだのが一番大きい理由でした。ごちそうさまでした。じゃあ午後も頑張りましょう。では頑張りましょう。今からどんなミーティングですか？はい、今日ちょうど、朝ご相談いただいた、企業様の、ちょっと一部エリアでの現行修正のご相談いただいたので、その内容をちょっと制作さんとすり合わせしてきます。午前中に電話があってもうすぐ対策のミーティング開くんですね。そうですね、基本的にはスピード感はそれくらいで、今日いただいた相談は終日中か翌日中かにはすぐ対策練って提案できるようにしています。特に今回は掲載中のご相談だったので、早め早めに動けるように制作さんの時間もちょっと調整いただいて、はい、今回は打ち合わせを実施します。あ、須佐竹ちゃんお願いします。お願いします。お疲れ様。お疲れ様。ちょっと早速なんですが、
今日の朝ちょっと企業様、担当者さんからご連絡いただいて、関西の方のエリアで今多分経済店舗はそこまで多くないんですが、ちょっと採用苦戦しているとのことでご相談いただいたので、なんとかちょっと改善できればなというところで、ターゲットはこの時期だったら1月以降は高校生向けがいいかな。直近なんかちょっと原稿とかあんまり変えれてなかったので、そこをちょっとキャッチコピーとか画像とか含めてガラッとちょっと印象を変えれるような内容にしていきたいなと思っていて、今の原稿が全属性向けというか、いろんな属性向けに広くっていうところで訴求をしてるから、結果的にどの属性にもそこまで強く刺さってないっていうところが、まあ、きっと応募が伸び悩んでる一つの要因ではあるのかなっていうふうに思っていて、ミーティングお疲れ様でした。ありがとうございました。今回のミーティングで具体的にお客様のお困りごとをどういうふうに解決していくことになったんですか？今回は今ちょっと制作さんと相談して、現行で訴求するターゲットを変更すると、今まで全属性にアプローチしてたものを、今ちょうどユーザー動向として活発に動いている大学生だったりとか新大学1年生に向けた内容に訴求内容を変更することにしました。大学生だったり新大学1年生高校生とかって結構流行に敏感だったりするので、その辺の流行語とかをちょっと原稿内に入れてみたりとか、あとは原稿ポップな感じでちょっと表現できるような形で記号とかの使い方も変更するような形で今回は制作さんに依頼しました。あ、お世話になります。マイナビ榎本です。お世話になります。すみません、先ほどですねご相談いただいておりました件で、早速ちょっと、制作さん担当とですね今後の方向、はい、失礼いたします。全体の応募状況としては、そしたら結構、進捗的にはマイナビバイトの状況としてもあまり効果自体は悪くないという印象でいらっしゃいますかね？ありがとうございます。はい、ではありがとうございます。また、こちらご連絡させていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。なんか商談で意識してるポイント、はい、教えていただきたいです。そうですね、お客さんの立場に立って考えるっていうのをすごく意識していて、担当企業だったり業界だったり企業の競合にあたる動きだったりとか、その商談に向けてより有意義な時間になるようにっていうところで日々情報を集約するように意識しています。もともと商談の準備力とかは結構得意な方だったんですか？はい、いえ、もう最初は本当に大変苦労しまして、今もすごく、心配性な性格だったりはするので、5年目ながら事前にロープレしてもらったりとか、事前準備っていうところはしっかり本当徹底するようにしております。ではよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと塚本さんにはもうご相談してたんですけど、企業様の発注だったりとか、ちょっと社内的な原稿作成にあたって運用面のちょっと相談、じゃあそんな形で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人から見て榎本さんどういう人ですか？うん、何よりも結構クライアント思いで熱い営業マンであるなっていうところと、あと私たちの仕事が結構幅広い業種の企業様を担当するんですけど、なかなか担当したことない企業様をお任せしてもすごい学ぶ精神を学ぶ姿勢をこう やめないというか、妥協せずにいろんな先輩とかそこの業種に詳しい先輩とかを見つけ出していろいろアドバイスもらったりとか教えてもらっている姿をよく目にするので、ストイックです。かなりとにかくこうできないっていう言い訳をしないんですよね。で、その中で本当にしっかり、やるっていうことができることは彼女はなんか素晴らしいなっていうふうには、感じております。
皆さんお若いですよね。私部長って聞いてたので、はい、5、60代ぐらいの方がいらっしゃると思ってたんですよ。はい、こう前田さんって若い方が多いんですか？若手もすごく多いです。鎌本も榎本も、僕も含めてなんですけども、やっぱり前田木の社風としてはすごくこうチャレンジを後押ししてくれる会社ですし、若手社員っていうところをの、活躍の場っていうところがすごく多いような会社かなっていうふうに思っております。まだジム行ってんの？最近は行ってますよ。ジムもヨガも行ってます。いつ行ってんの？土日です。全力でアクティブに心身ともにね、はい、健康でね、はい、健康第一です。健康で根本さん、今は何されてるんですか？はい、次のちょっと商談に向けて資料を作成しています。資料を作成っていうのはどういう提案のための資料なんですか？今回は、次月ですねに、ちょっと大きな、募集をするような企業様がいらっしゃったので、そこに向けて、直近のトレンドだったりとか、次のちょっとこちらからの提案内容というのを分かりやすく伝えられるように資料作りをしています。なんか資料作りで気をつけてるポイントとかってありますか？なんか資料は1個の、ストーリー仕立て、ドラマのような感じでストーリー仕立てにしろっていうのをすごく言われていたので、それをすごく意識していて、でドラマって前回のあらすじからスタートすると思うんですけど、資料も同じような感じで前回行った施策だったりとか課題に上がったことっていうのをまずしっかり提示してから次の提案に持っていくと分かりやすく伝わると思っているので、その辺は意識して作成しています。1年目とかからできてたんですか？あ、いえ、1年目の時は本当に苦労しました。やっぱりお電話するのってすごく最初から得意な方ってなかなかいないんじゃないかなと思うんですけど、私も本当に心配性な性格だったので、最初は先輩の横につきっきりで丁寧にご指導いただいたりしていました。最優秀プレイヤー賞を目指して働いている方も多分いらっしゃると思うんですけど、はい、それを得た先で今後何を目指されるんですか？はい、組織にしっかり影響を与えられるような人になりたいなというふうに思っております。もちろんマネージャー職だったりとかキャリアの面でもっと成長していきたいっていうところもあるんですが、今時点だ と、今お世話になった方々、本当に皆さんのおかげで今回このような賞をいただけたので、まずはそういった皆さんにしっかり恩返しができるようにというところをモットーにお仕事させていただいております。今日は密着させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。最後にマイダビを目指す学生さんとか、はい、今興味を持っている学生さんにメッセージをお願いします。はい、学生時代より楽しく充実したいと思っている方にぜひ一緒に働きたいと思うのでお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ失礼します。お疲れ様でした。ありがとうございます。